去る2月20日、バイデン大統領は突然にウクライナの首都、キーフを訪問しました。これは事前告知のない文字通りの電撃訪問でした。東部ウクライナ戦線で、ウクライナは劣勢を伝えられています。ウクライナ軍の苦境を受けて、これからも支援することを約束し、ゼレンスキー・ウクライナ大統領への 変わらぬ支持を表明することが目的の訪問だったと報道されていますしかしこの報道には違和感を持たざるを得ませんアメリカ大統領はその安全を第一に考えて外国を訪問します2016年には三重県し島市で G7 サミットが開かれましたがその際の大統領の 安全確保には極めて厳重な警備が敷かれたことは記憶に新しいところですロシアと戦争状態にあるキエフに極秘の訪問であったとしてもロシアからの攻撃がないとなぜ確信したのでしょうかいつキエフへの攻撃があったとしてもおかしくありませんそうでありながら5時間の会談後 ホワイトハウスは同日二十日付でバイデン大統領名で公式声明を発表しました私まあつまりバイデン大統領のことですが私は空からの攻撃に備えるレーダーシステムや対空攻撃用の砲弾などの供給を約束したこれがその内容でした他にも ポーランドなどのの諸国との協力強化にも言及していますしかしたったこれだけのことを話し合うために大統領が危険を冒してキーフを訪問するでしょうかこんな内容であれば国防長官あるいは国務長官に任せればよいと思うのが常識的判断でしょう。私は もっと重大なことを話し合うためにバイデン大統領はウクライナを訪問したと考えています実はアメリカはバイデン大統領の寄付訪問を事前にプーチン大統領に伝えていましたそのことは国家安全保障担当大統領補佐官ジェイク・サリバンがバイデン大統領がウクライナでの会談を終え ポーランドににに戻ったた。時点で、公式に明らかししましたサリバンはロシアによるキーフ攻撃の可能性があり大統領の安全が脅かされその結果偶発的な核戦争になることを防ぐためにロシアに事前に大統領訪問を伝えていたのだと説明しました。そのことは、裏を返せば、アメリカが、 プーチン大統領の正常な判断、つまり大統領訪問を事前にロシアに伝えても寄附を攻撃しないと信用していたことを示しています。プーチン大統領を口汚く罵ってきたアメリカは、プーチン大統領を信用するという矛盾にあふれた声明でした。私は、バイデン大統領の訪問は、ゼレンスキー大統領と 戦い終結に向けての話し合いに行ったのではないかと思っていますその理由は次回の動画で説明いたします